saw me crying in the chair. 隠した向こうが今度はどうなってるのか知りたくて気になるの。気になりだしたら全然寝られなくなって、剥がしたいけど起き上がるのも怖くてじっと見るでしょ。部屋の中真っ暗だから。高架下に見つけた一室、怪物と呼ばれた男、絵本作家になりたかった男、見つめる酔い闇、人の目には見えない、光を当てると消えてしまうから、だから感じて酔い闇の存在。小町日和が送るあなたの隣の闇のお話、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。